皆様こんにちは、大杉ひかりです。私は今回川出消防新社さんからこちらの八百万の神様カードを発売させていただきました。そして今回の動画ではこのカードのイラストレーターである松尾太子さんにお越しいただきました。松尾さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは松尾さんと一緒にこのカードが生まれた経緯からお伝えしたいと思います。でも自然じゃないものを描いていただきたいといういろんな欲求が今回のカードの無理難題として入っておりまして、でも結局なんだろう、全てのものに宿ってるっていうことですよね、本当は。だから私は、まさかこういうお題が来るとはっていうのもいくつもありましたけど、苦しみながらも最終的には楽しんで描きました。そうですね、これとかですかね。これ25番の鏡ですね。鏡、自身と向き合うという。これはですね、大杉さんから のお題はですね、写し鏡で奥行きのある何層にも映し出されている勾玉、全てが少しずつグラデーションのように色が変わっていく勾玉ですね。ではもう一個難しかったもの、これですね。これはですね、27番紐で、地球の経度緯度あるいは地球儀と DNA のような螺旋構造を背景にして、しかしそれらは不透明度 30%、紐は和風の色合いで落ち着いているけれど暗くない、はっきりとコントラストがあるが和風なので馴染んでいるというお題でした。なんかなんだろう、歯磨きの後のルーチンワークみたいな、なんか日めくりカレンダー的な感じで、そんな感じで日めくりカードっていいですよね、でやっぱりそこで、あ、今日は岩倉だ、今日は紐だったとか、今日は鏡だったとか、いつもこう自分の中で毎回似たようなカードが出る時期もあると思うんですが、こうなってくればどんどん愛着も湧きますし、その中から今度はブックレットにいろんな解説がありますけど、いつも同じカードだからこそもう見なくてもすぐそこに書いてあるアイテム揃えられるとか、色を覚えてるよみたいなのもできると思うので、そうなってくるとね、もう八百万の神様がこう、解説書を見なくても、もう皆さんのことを後押ししてくれている状態になっていると思いますので、ぜひですね、皆さんに今回この八百万の神様カードをですね、皆さんの毎日の日めくりカレンダーのように使っていただけたら嬉しいと思います。八百万の神様カードのお話として本日は松尾太子さんにお越しいただきました。松尾さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。